砂賀和夫は、日本の外交官。防衛省防衛政策局次長、アセアン政府代表部特命全権大使等を経て、中華タール特命全権大使。群馬県緑市出身。1980年に、一橋大学法学部を卒業し、外務省に入省する。1997年外務省、北米局日米安全保障条約科企画官。 1998年外務省経済局国際エネルギー課長日米安全保障条約科企画館時代は取締社爆撃場劣化ウラン弾事件現地調査団キャップとして環境影響評価を行った2000年内閣官房安全保障危機管理室内閣審議官内閣官房情報セキュリティ対策推進室副室長を経て2002年外務省 経済協力局調査計画課長2003年コロンビア大学国際公共政策大学院プロフェッショナルフェロー県ニューヨーク領事2004年国連講師2007年在アラブ首長国連邦講師2009年外務省官房参事官兼国際協力局南アジア部2010年外務省官房参事官兼国際協力局 生物多様性条約第10回定約国会議日本、準備事務局事務局長、2010年外務省大臣、官房審議官兼国際協力局、2011年防衛省機関、防衛省防衛政策局次長、2013年4月、アトランタ総領事。2016年2月11日付で、東南アジア諸国連合日本政府代表部、特命全権大使。 2019年中カタール特命全権大使、ありがとうございます。